はや、鬼はややん。みんな待機しとったんやん、もしかして大輝さすがだわ。定期分ない？唐揚げ大好きなんや。遅れた理由は秘密ということで遅れた理由は秘密ということで、前髪がおかしいですね。前髪おかしくね。ゆあや寝てた。ゆあが寝てたなら誰のも寝てたってことでいいですかね。おはれのでーす。いや、みんながあのおはれのの方が嬉しいかなって思って寝てみた寝てみたんですけどダメでした。前髪やばいよな。寝とった、潰して寝とった多分。ちょっとマシじゃない。今日もかわいい、お疲れ様です。おみくじかきれな出ないですかね。明日からも頑張ろうね。寝起きレアじゃないですか。だからほら寝起きも可愛い。ほらちょっとみんな寝起きの方が見たいかなって思って寝てみた寝てみたんですけどダメでした。ダメでしたか。言い訳ですか言い訳ですかね。いや、いつも寝起きじゃないですよ。レアですよ。レアです、レアです。初めてぐらいじゃないこれフフフ22日なんですね。今日何日だ、今日何日だ。寝起きなのにパジャマじゃないのはすいません確かに大体寝起きやな、あれな。かわいい。ごめん、なんかおかしくなったかわいいを食べてしまい申し訳ない。食べてしまった、食べてしまいました。寒っ。まさかかきれなスタメンにするとは本当？あ、だからみんな案外喜んでくれたんや。一日遅れたけど、ありがとう。当たるかな。22日でした。ですって。起きてから何時間までは寝起きてるのか問題。早く見てみないでしたっけ。いや、最近は頑張ってたんですけど、なんかさ、みんなが みんなが配信枠入れてくれた方がいいって言うから入れたのに、みんなが寝てもったやんフ押し付け、みんなにもう責任取って誰もみんながみんなが悪い
最低ですしな。みんなが悪い。いいな味噌カツ、絶対うまいやん。ずる。いいな。お連れなです。責任取って。みんなに押し付けてる笑顔が好きってことでいいですか。お先に負けました。綺麗な、悪い人じゃないんですけど、今やってた配信やってなかった気した。気にならんからいいや。なんでそんなこと言うん。なんで。でも正直、あれ8時40分ぐらいになって、あれかきれな大丈夫かな、大丈夫かな、かきれな大丈夫かなってみんな思っとった気すんねんけど、どうですか正直。あれかきれな、なんかあったのかな、心配で心配で止まらない。どうですか、思いませんでした。それはそれ思ってないですかね。最新アーク入れたんやけど、入れて寝た気がした。心配やけど、え心配してないんですか。心配してない。いや、確かに寝てるんやなって思ってた。あ、9時、あ、もう10時超えるぐらいになったら、あ、配信なかったなーって思いますかね。かきれなワルトじゃないから、本当に。あ、寝てるって思ってましたかね、ちゃんと。まあ、それしかないんやけど、寝てる以外なんもないよな。レナ。いや、起きとったんやけど、たまにはネアと遊びや、猫と寝とった、猫と寝てた、抱っこしながら顔と顔をくっつけてこうやってって思いましたね。始まらなくて、この辺行かないじゃんってなったわ。ごめんね、ごめんなさいね。これ大丈夫ですか、体、あ、レッスンとかですかね。大丈夫ですよ、私はね、何でも打ち勝つので。てかそんなに大丈夫、分からんけど、多分そんなに大丈夫じゃない。体は大丈夫ですね。けどさ、制服の目公園ってさ、結構膝つくさ、ダンスあるやん。だから膝にあのあざができますね。よく治ったらもうすぐにあざができて、治りかけてるな、色薄くなったなって思ったらまたってなりますね。沖縄今日可愛く見える、いつもどんな風に見えてますか。45分過ぎたら、あいや最近はさ、時間通りにさ、時間通りにやってますけど、はいとか出ていいです。あ、よかったよかった。じゃあめっちゃいい感じじゃん、レナが始めたタイミング、それを見越して始めたんですよ。ほんまそれ、毒リンゴでも食べたのかもしれないですね。プーちゃんとかをくっつける、猫今いないよな。服、膝にあざ。ねえ、グラコさんじゃない。あ、でもすぐっと覚えたんや、さすがですね、早いね、覚えるのが。そう、詩人も膝ついてますね。だけどあれはね、右だから大丈夫かな。左にさ、オスグッドがあるんですよ。
時間通りじゃ、え、最近時間通りじゃないですか、本当に心待ちにしといてください。故障多いんかな。え、でも踊ってる限りそんな感じは思わない、あんまり。確かに気よく膝つくところが見どころですえ、なんか例えばさ、制服の目公演の時にその膝にあざができてないとするじゃん、治りかけみたいな、あ、かきりの膝治ってきたんだみたいな、みんなに思わせといて膝ガンってなって、かきりの起き上がった瞬間真紫になってるみたいな一瞬でそれが見どころかな私の。でも腰はマジで痛くなる、腰は本当に痛くなりますね。それはそう。え、マジさ、本当に、え、ちょっと聞いて、はい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 、え、めっちゃ聞いてほしくて、あの勢いが膝つく、顔見てやばい顔して察しますみたいな、じゃめっちゃ聞いてほしくて、それがあのなんかレッスンっていうか、あのリハーサルとかの時に何やったか忘れ、何でやったっけな、ジェラシーの時に、あのマイク持ってやるじゃないですか、その時にあのリハーサルでお猿のおもちゃリハーサルで、で、あのここでここで思いっきりマイクがガンって鳴ったんですよ、ここ、あのガンって、めっちゃ痛くて、やばい死んだと思ってけどリハーサルやから止められへんし、そう、唇と歯がもう終わったってなって、めっちゃ痛くてもう泣きそうになって口、マイクが思いっきり、あ、なんか歯に思いっきりカンって当たったんじゃなくて、あのこの上唇と歯が思いっきり一緒にカンってなって、マイクじゃないけど弁償しました、めっちゃ痛くて、いやいやいや、聞いて、血でなくて、え、皿じゃねそれで、めっちゃ泣きそうになって、え、泣きそうっていうかもう痛すぎて、あの痛いってなってけどさ、曲が曲やからなんか痛いとか言えへんし、そう、あ、星になるからかで、めっちゃ痛くて、そうで、なんかもう血出とう感覚あって、あ、もうこれ絶対血出とんねんけどと思って、なんかあのめっちゃあれ痛くて痛っとか思って、あ、マイク大丈夫、レナの口は、そういや、ちょっと待ってみんなおかしくない、なんかマイクさん味方なんですけど、え、それでなんかマイクは、え、なんか、なんていうの、なんかこっちは唇やん、相手マイクやからさ、軽くこうやって当たっただけでさ、ガンってなんねん、ねえみんなみんなかきれなの心配はなんか一人もいなかった気がするんですけど、コメント遡ってみてもいいですかねめっちゃ痛くて、で、あのリハーサルやったからそのまま通すやんか、 MC ぐらいまで通して、で、あの履けますってなって、裏でココミかココハか誰かに、なあ、さっきさーみたいな、マイクめっちゃぶつけてるみたいな、血出てないみたいな見せたね、え、出てないよみたいな言われて、で、絶対出とってと思って、ちゃんと見てよとか思って
で、もっと裏に履けて飲み物を飲んだ、明るいところでなんか飲み物を飲んだ時に、え、やっぱ出てる血みたいな、ここに言われて、そう、めっちゃ痛かったっていう話。やばかった、普通に血出てた、めっちゃ痛かった、マジで血出てた、結局出てた。でえ、あ、57年、血出てた、血出てた、血出てた、ここ、めっちゃ痛くてさ、大丈夫言われた気がする、え、大丈夫、え、大丈夫、え、かけるの大丈夫って言われましたね。そう、やばくない、めっちゃ痛くてさ、ダーみたいな。腫れたけど、なんかここの、内側やったから、それね、内側やったから、そう、あ、ここや今回ほら、めっちゃ聞かれたけど暗くて見えんくて忘れちゃいました。ほら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 、ココハでした、そう、ココハでした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 ね、はい。で、ココハになんか裏でもう多分吐けた瞬間になんか、なな、血出てない、血出てないみたいな、もうちゃんと見てみたいな、血出てないみたいな言ったのに、え、出てないよ、え、大丈夫、え、ちょっと赤くなってる、え、出てない出てない出てたし、出てたから出てたからって感じですね、はい、って感じですね。あ、ばんそくはるん、ここ、その前が次使うえ、でもさ、その公演はずっと同じあれやから、まあちょっとその日はね、よ、それで私だけでよかったかなって思いましたね。ココハちょっとレナのこと好きすぎてついにコメントまで知ってきました、はい、いい感じですね、私たちえ、でもめっちゃちょっとやったけど、本当にちょっとでしたがね、でしたがね、でしたがいや、あるあるやと思う、なんかみんな結構言った、さっきマイクぶつけたとか、言った、口噛んだとか言ってますので、その配信始めるの、だって配信始めるの、朝が遅れてたから午後の配信見てました。まあまあまあ、今回は私が悪いので、はいもちろんノーネーム、え、ココハはね、あの奥のココハですね、自己主張高めですね。めっちゃ痛かったあの時は、ほんまに痛っと思って、しかもなんかもうずっと血で通う感覚があるから、痛っ痛っみたいな、やっとんねん、ずっと一人で違う曲の時も痛っ痛っ痛っみたいなやってるよね。めっちゃもうその自分がもろすぎてさ、かけた名前がスポンジやばいわ、おもろすぎん、それ、あ、コメントしてないのマジおもろすぎて、普通は自分の名前か、え、そうなんえ、その名前マジでほんまになんかさ、いたいたってなんねん、あのなんかさ、一回舐めても、あ、やばい、またチーズと絶対ってなってて、はい、ちょっと悲しみでしたね、あれは。痛かったなっていう思い出かなこうやってさ、話せるのいいよな。あ、あと一つ言っていい、レナが気づいたこと、最近ボムやったっけ、ボムのさ12月号に出たじゃないですか、私たち。ちょっとここにあるので拝見させてもらいます。出たやんか。でさ、さ、それでレナーが、え、ちょっと待ってな、ちょっと見てみる、ほんまに当たったかどうか。12月、え、結構前、
はい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 、SKE ポーズをしたんですけど、ボム、そう、顔でかかったやつ顔でかいっていう、皆さんにご指摘というか、自分で言ったんですけど、みんなに。で、それで SKE ポーズをしたじゃないですか、私がもうこんなんなりながら。んで、買ってない、SKE ポーズを全身でやったんですよね。で、その撮影の時に、スタッフさんと、何？スタッフさんと話しながら、どんなポーズがいいですかねみたいな。あ、そうそうそう、こんなんなりながら。あ、見せてもらった？で、そのポーズを決める時に、スタッフさんに、SKE ポーズがいいから、なんか、私切れてました？切れてない。で、SKE ポーズ、よくないですかみたいな、レナが。一人で SKE を、やったら面白くないですかみたいな。言ったら、いいじゃんみたいになって、やってたんですよね。で、その参考に、制服の目、制服の目のっていう曲があってみたいな、制服の目の時にその SKE やるじゃないですか。で、なんかそれを意識してやったらいいんだよみたいな、スタッフさんとなったわけですよ。で、その時に制服の目公演が始まるって知らんくて、で、制服の目の曲自体も振り入れがまだで、やばくない？全然知らんくて、なんか難しい、なんか制服の目をするって知らんくて、で、そのなんか制服の目公演で SKE っていうポーズをする場所があるんだけどみたいな、スタッフさんに教えてもらって、で、そうなんですかみたいな、それも全然知らんくて、そうで、なんかたまたまちょっとなんか感じたかもしれないですねっていう、たまたまでしたね、はい、すいませんそうって感じ。めっちゃ聞いてほしくてさ、最近さ、ちょ、もう毛汚っ、うっすって感じなんやけど、最近髪の毛伸びてきて、で、そう、予言してた、ボムで予言してました。偶然じゃないんですけど、予感しました今回は限りの人もちろん、まあ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 、その伸びてないかさ、分からへんやんか、レナも思っててんな。そしたら、なんか去年の冬、去年の冬にマフラーつけて学校行っとう時に、髪の毛を内巻きにな、ワンカールしてたんやけど、毎日もうなんか取れとんやけど、今日はこういう感じで、ちょっと見えへんけど、朝はちょっともうちょっとこんな感じやねんけど、今日マジで、今日久々になんかちゃんとワンカール入れてみたら、髪の毛が長すぎて、このワンカールがさ、全然目立たんくて、で、それがちょっとびっくりしたっていう、伸びたんやみたいな思ったすごくない？誕生しなかったらすごくないのそうなんですか。あ、確かに予言したにはならないってこと、ボムで、そういうことか。そう、なんかよく考えたら髪も全然切ってないし、そう、毛先は茶色い、
ングでシャツと黒のセーターって最高。え、嘘。なんかあの今日のファッションみんなに怒られそうだなと思って、学校感出てるし、なんか怒られるかなって思いましたね。やった、最高なのこれ。最高ですか。あね、にゃさっきここ入りたそうにしてました。ガリガリってしてた。嘘だよ。え、なんで、なんでそんなこと言うの。なんでそんなこと言うの。学校スタイルですね。いつもアウターじゃん。なんかみんな飽きたかなって思って。飽きたかなって、やってんなってなった。嬉しい。なんかハートが、縄文時代の方みたい。飽きたやろ。もうこれも飽きるぐらい来とんやけどな。ナイキじゃんって言われてほしい。バレてる。これがちょっと可愛い。ほんまに可愛い。これ。え、最近パーカー、いやあんねんけど。あるんやんけど、なんか飽きたかなって。飽きたかなって。え、てかさ、他のメンバーってさ、学校あるときどんな格好でしてるん。レナだけこんななんかダサいの。どうなんやろ、みんな、みんなどんな格好、みんなどんな格好でさ、え、私服に、え、そんなん絶対あれやん。やめといた方がいいで、そんなん。いや、服あんねんけど、それマジよく言われてさ、友達とかにも言われる。なんかあの、めん、なんかたまに急に家来たとかさの時に、なんかいっつも同じ服よなみたいな、服ないんとか言われる。じゃなくて、めんどくさいねんっていう。中のメンバー、ああ嬉しいね。逆口できないです。みえちゃん制服？みんな可愛い格好なん？え、どういうことどういうことどういうこと？プライベートだから。どういうこと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 ？どういうことですか？現役のうちに制服配信しよう。制服コスプレ持ってないんですよ。制服コスプレ持ってないので、あれですね。あ、ココルーム毎日入ってる。あの人は高校生じゃないので、でも。あ、つぶつぶついてるわ。あ、つぶつぶって言わないでよ。あ、後れなですか。あ、可愛い時もあればラフの時もある。私ずっとラフですよね。可愛い時がなさすぎてやばいわね。書き戻すスタイルやばい。私制服コスプレって言うて、言うていで着るのはダメでしょそれ。誰か送ってくれるんじゃない。着てほしい制服コスプレ送ってください。現役中に。そしたら着ます。何着てても OK。 え、嬉しい。リアル制服でダメだよね。でも本当みんなに見せたいぐらい可愛いよな。そう、アップならちゃう。え、どういうこと。アップだったら、引きだったら似合わないってことですかね。いや、マジ配信の時くらいねって思うんですけど、あの、気楽すぎて大丈夫かなって思ってますね。ね、4月からね、コスプレになっちまう。やべえな。やべえな、これ。やべえな。それもにしゃんな。
いや、たくさん私服の見るとあんな、え、それな。でもあれはなんか私服っていうよりなんかあのレッスン着とかもなんかさ、ここ赤くね、どうしたなんか赤いんだけどまあそういうこともあるでしょうえ、これリップじゃないんだけど、ほら、制服とかけまずどっちが可愛い？いや、かけまずでしょ、そらかけまずでしょ、当たり前じゃん、そんなのここは最近前髪ないんや。高校生やった事実に驚いた。え、もっと上に見えましたね、かね。寝転がって、ちょっとめっちゃ聞いてほしくて、それもそれもめっちゃ聞いてほしくて、さっき触りすぎたんかな、ここぶつけてとか言って、え、ちょっと待った、何の話だったっけ。ああ、そう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 、なんか大人っぽいですか、嘘、足するのだけ、松陰じゃないです、松陰ってどこ、まず松陰どこやっけ、聞いたことあるけど分からん、ここに、でも痛くない、リップなんかな、リップじゃないよねこれ、赤っさんかな、分からんけど、松陰女子ってあるやん、松陰女子、まさかに着に見れてよかったなと、お、嬉しいね、会えてよかった、あの時ちょっと感動感じたもん、最後ネームボード出てきた時にあーって制服でここ決めましたね、正直言って9割くらい。灘はどっちの灘だろう、姫路か神戸か分からんけど、いや、なんかってなんか姫路気になる声じゃん、ええー、私の顔ですか、ええー、嘘何が松陰、松陰高校女子校なん、え、灘二つある、姫路とあと神戸、あの頭いい高校の方、変な髪でごめんよ、えー、嬉しかった、諦めないで制服の写真待ってますいや、制服の写真撮るなら顔まで入れるわそう、制服で高校決める子マジで多い、え、本当にそれは本当にやめた方がいい、ここに今中3の受験生がいるかわからないですが、中3でももう1月だからもうほぼ決まっとうか、中2とかいるかわかんないですけど本当にやめた方がいいと思いますって感じですね、はい、そう思います、私は、私みたいな目に遭います、はい、頑張ってください受験生の皆さんいや、私も一応受験生なんですけど、今年神戸の高校制服かわいい、そうですね、神戸の高校みんなかわいい紅葉学院、分からん、聞いたことないかも、今の時は高校受験の結果来ました、え、何何どうだった、大丈夫だった、でも良かったんじゃない、受験早くていいね、かきれなも結構早く決まりましたね、じゃあ何で決めたらいいの、いや本当になんか言ってる先輩になんか校則とか聞いた方がいいですね、本当に制服なかった、え、めっちゃ絶対頭いいじゃん、いいな、私服めっちゃいいじゃん、高校受験の時は高校そのものが少なかったから、そういう選択ができない
あーそういうことか。今みたいに多くないもんな、制服もあれやし。あ、合格おめでとう。え、いいね、2日連続ケーキじゃん、めっちゃいいじゃん。え、いいな、ちょっとレノも混ぜて盛大にお祝いしてあげるから混ぜてほしいわ。走る牛黒探します。やだよ、制服受験者数増えて偏差値上がった時に。あ、ね、そう、制服だけでね、頭が弱い学校こそ、それな、マジでそう。え、特に私立は、特に頭が弱い私立はバカ厳しいから本当にやめた方がいいです。はい、本当に。え、マジもう制服だけで決めない方がいい、本当にやめましょう皆さん。はい、本当に心の底から言います、本当にやめましょう。制服で決めれるのはすごく良くないですけど、本当にそれするのはやめましょう。はい、周りに受験生の子がいたら言ってあげてください。ここの高校とここの高校どっちの方が制服可愛いかな迷ってるんだよねみたいななったら、本当にやめましょう、やめましょうとお伝えしてあげてください。そう、ちょっと私をね教訓にしてもらって。本当に本当にやめた方がいいと思います。そうなんですよ、それなんです、私立の頭弱くてね、校則死んでます本当に。校則って何って感じなんですけど、はい、本当それ、マジそれ、本当にそれすぎる。確かに授業ね寝ないようにしましょうね。あ、制服で決めたん、そうなの。授業中はね、まああれですけど、いや本当にそれな、3年間耐えたの偉いよ。いや経験者マジ語るよ、本当に語るからね。語らせていただくわ。いやマジで、あのもうすぐ終わるの最高、もうなんか JK ブランドとかマジでいらないから、もう早く卒業させてくれ。本当にやばいよマジで、もう嫌です本当に。高速やばいですね、はい、皆さん今時間何時か教えてもらってもいいですか。全然時間見てなかった。もう塚田に理由されてるのすげーってなるけど、あ、レナ、え、レナはあの強引に通してる、え、本当はダメ、毎回言われる。え、何そのまつげ、何そのまつげっていう言われるから、なんかずっと下向いて無視、喋らない。おかしい人のふりをする。え、何そのまつげ、なんかやってるよね、ん、みたいな。って感じですね。そしたら何にも言われない、無視、無視したら、そう、みたいな、何、なんかあったのみたいなふりをするんですよ。もう何も言わないのが一番いいっていうことを3年間通して学んだので、本当に。私雰囲気委員会なんですけど、今は何委員会だっけ、今委員会じゃなくて係だね、今なんか国語係みたいな、なんか一番仕事が少ない係にしてもらいました。なんかテスト前とかにさ、教科書とかさ、なんか4階なんですけど、私4階からさ教科書持って降りるとか絶対死ぬやん。え、待った、みんな時間送ってくれた、待って見てなかったわ、9時44分、やばいやん。何の数字やろうって思ってた、2144って、え、何それみたいな。あ、そうそうそう、学力もついていけるかちゃんと見た方がいい。いつもおかしい。いつもおかしい、やばい。え、かわいい、あ、じゃあかわいいから許してもらえたのかな、いつも。本当に、なんか最初は、なんか1年生とか2年生の時は、なんか、
まあなんか笑いながら言い訳してたんですよ。なんか、こうやってまつげ上げて寝てたんだよとか言ってたんですけど、もうそれを言ってしまったら詰められるだけなので、そんなわけないよね。やったよね、やったよね、やったよね、怒れないからいいだー、やりましたってなっちゃうからそれを防ぐために、それではダメだと私も気づいたわけですよ、3年間通して。なので、はい、一番何も言われない、お互い何も言わない方法を選んだわけですよはい、って感じですね。しかもさ、最近さ、職員室をさ、職員室になんか2日連続呼び出しを食らったんですけど、2日とも行かなかったんですよ12時35分に職員室来いみたいな、1日も言われて、普通に、まあ、行く気ないじゃないですか、普通に考えて、なんか詰め切れみたいななんか詰め切れみたいな、で詰め切ってなかったから呼び出されたみたいな、そんなんで行くわけないだろうとか思って、そう、え、爪やで、だって爪、え、爪おかしくない、普通になんか切っとるからみたいな、切っとるから下来いみたいな、しかもさ、職員室1階でさ、レッドたち4階やん。でなんかお昼休みやから、なんか、え、ご飯食べてましたみたいな言おうかなと思ったら、なんか次の日の朝になんか、今日は絶対にちゃんと来いみたいな、12時35分職員室みたいな言われてで、なんか、え、だると思って行くわけねえだろとか思ってで、行かなかったら、なんか、約束ちゃんと守れみたいな言われましたねで、もう呼び出されなくなったやばいって、もう、いや、ちゃんと行こうと思ったんですよ。ちゃんと、今日は頑張って職員室に行くぞって思ったんですけど、ご飯食べて化粧した後に、あ、35分過ぎてるやんとか思って、そう、めんどくさーみたいないや、ほんまにそれないよ、ほんまにそれマジでさ、もうレナも思っとんねん、もうちゃんと守らないとダメって思ってるんですよっていうのは嘘で、ちゃんと12時35分に行きました。終わりよければ全てよしって感じで、はい、そういう感じでいきましょういや、マジでなんかもうだるすぎて、なんか爪とかで呼ぶなよみたいな、どうでもいいだろみたいな思って、そうなんですよ。しかもさ、なんか1日目の朝にレナさ、こうやって寝とったんよ。なんか言われんの嫌やからと思って顔伏せて寝てたんですよ。そしたらなんかホームル、朝のホームルーム終わるときに、なんか、え、柿本今日10時35分職員室絶対来い言われて、でもなんか寝とうから、なんか、え、聞こえてなかったみたいな言おうと思ってそしたら2日目言われたから、あ、終わったと思って、終わったぜと思ってさ、言ってないけどね、ほんとあと少し足らないとって思ってるんですけど、私も思ってるんですけど、あと少し耐えないとって思ってるんですけどだってさ、他の学校とかさ、なんか3学期に入ったら、なんか始業式のあとはもうなんか自由登校みたいな感じなのに、私たちの学校は学校、あの、授業があるんですよね、1ヶ月間。もう今日もやばすぎて、もう一生寝とった、ほんまに。起きてる時間なかった。折り紙の時起きてた。折り紙した。なんか季節のリースみたいな作らされた。楽しいけど折り紙は。今スカート腰のところで巻いて短くするの流行っているんですかね。え、なんかスカート折る感じ。なんか ま巻く？うん。自由登校とかありませんね。それな、自由登校ないんよ。そう、ないんよ、ないんですよ、自由登校ないんですよね、本当に。
業式絶対泣かないわ。もうめっちゃ笑顔だと思う。飛行機作ってどうしたの。なんか今日はサンタさんとあの雪だるまと手袋と、なんかこんな手袋と作りました。うまいよね中等校あと10分でした。そう、折るんですよねスカート。学校で起きてる時も想像できない。それな、なんか周りの周りのクラスの子に笑われる。スカート巻いて、あの引っ張ると伸びる。え、伸びない。それな、クリスマス終わったのになんか一生サンタさんとか作ってる。なんか分からんけどサンタさんにしようみたいな思ってやってますね。まあ季節は外れてるよね、確かに。もう 1月中旬ですからね。そう、起きてたらなんか、え、今日起きとるやんみたいな言われるもうすぐクリスマスだ、もうすぐクリスマスだ、イエーイぐらいの時に戻りたいわ。いろいろ作ってる。めっちゃいいねそれ、めっちゃいいじゃん。あ、いやもうそれな言ってた。あ、確かに。あ、節分、鬼めっちゃいいね。確かに、それにすればよかった。12時間超えてると思う。ふう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 。あ、なんか神戸はなんかワンピースっぽいなんかあの制服がなんかある気がする。結構ある気がする。赤鬼いるの岐阜に。ずれてる、私ずれてますか何か。え、どういうこと。メガネ、やだあ、今年歌ってない、去年歌ってないわ。お正月の歌歌ってない。え、本巻きじゃん、もうちょっとで。え、何月何日、それって何月何日ですか今。あ、2月の3日だっけ、違うっけ、うん、覚えてない。恵方巻きの日っていつですか今年。そして恵方巻きはどこ方面向けばいいんだろう。いつくらいに卒業できるか分かる、できるか分かるもん。え、なんかテスト終わった後らしい。2月のテスト終わった後になんか登校日行ってみたいな。4時に、そうだね、そうだ、オンライン〇〇じゃん。2月3日だおお、2月3日、もうちょっとじゃん。恵方巻きはちゃんと食べます、私ちゃんと食べる派です。え、関西の文化なん、まあ、買ってないんですけど。本当に会えないじゃん、じゃあ会えないじゃん、名前呼べないじゃん。東北島なの。家族に寄ってきます。追跡点あったら留年、それな、頑張りますね。オンラインだから、確かにそうだけどそうだけど、またねー、バイバーイ。え、もう時間やばい。恵方巻き食べきれるよ、食べきれる。なんかちっちゃい恵方巻きにする明日までなの。あ、もう終わっとんかと思ってた。え、明日までなん。え、そうなん。19から28ルミナリー、一番忙しい時ですね。来たいと思ってたけど明日までなの、かかってるよ君にポッキーでもいいのうんうん、55分ですって。さすがに日程発表だね。ですね、たくさん今年も会えるといいですね。たくさん会いましょうね。奈良県がね、ああ、え、あ、そういうこと、え、わかんない。え、恵方巻き何味、
恵方巻きなんかさ、あのいっぱいさ入ってるやつ中に、いやそうなんだけどえ、なんかきゅうりとか何味、お醤油つけて食べる、いつも喋っちゃう、そう食べきれん、ねルミナリアね綺麗だよねみんな行かないんですか、だいぶ前に終わったのよ、あえあそういうことか、ということはということは恵方巻きコスプレ面白そう面白そうですね、いっぱい入ってる、そういっぱい入ってる、なんかいっぱい入ってるやつだよ、きゅうりと卵、卵入ってるっけ覚えてないけど、なんか味がする茶色いやつ、あれってしいたけ、しいたけかな、しいたけか、わかんないけど、かんぴょう、恵方巻き作んないねいつも平日多くない、恵方巻きの日って、かきれのと節分したい、どっちが鬼役？レナ思いっきり投げるからね豆恵方巻き作る配信、あ確かに、ダンボールくらい恵方巻きじゃんね、なんでそんなさひどいコスプレさせようとするのかんぴょうの恵方巻き外れなのダメじゃん、じゃあえ、かきれの鬼なん？なんで？え、なんでなんでなんで？なんでかきれの鬼なの？やだし、痛いじゃん。痛いし、無理だよ。みんなに、投げる。豆を。思いっきり。いや、豆投げた服を見て、いや、そうね、やだ。逃げるの側に、なんで？嫌なんですけど、痛いし投げつけられない投げつけるんですけど、私がみんなに投げつけます豆匂い実際げね、やだ優しく投げてくれんの、あじゃあいいよ、あやばい59分じゃん、優しく投げてくれるのならいいよ豆、だって痛くないじゃん、痛くないからいいよねえ、おやすみみんな、おやすみおやすみ、あと2日頑張ろうね、優しく投げないの怖い、おやすみおやすみおやすみ、じゃあ今日は鬼レの夢で見てください、そして怖がってください、はいみんなありがとう、今日もごめんね遅刻しちゃって、寝てないよじゃあね、いつも新しくてごめんなさい、おやすみ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 、ありがとうね、ありがとう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 じゃあねまたね、おやすみおやすみ。